1学期分の給食費無償化が予算化されていないことを理由に当初予算に反対いたします。宮若市議会では今日新年度予算案の採決が行われ、反対多数で否決されました。補正予算案も否決されていて、議員の一人は事実上の不信任と話しています。精一杯、許す範囲で組ませていただいた予算ですけれども、議会の厳しいチェックがございましたので、非常に残念に思っております。そうですね、やっぱり塩川市長は今月中に再度修正した予算案を提出する考えです。宮若市議会では塩川市長の職員に対するパワハラ発言などを受けて不信任決議案が出されましたが、その後否決されるなど混乱が続いています。